お尻が締まれば体は締まります。40代50代になってくるとお尻を締める力がどんどん弱るんです。これは簡単に言うと骨盤底筋です。これが弱ることによってお腹が出て体幹が弱り、骨盤が下がり、下腹がポッコリ出て体のラインが崩れて痩せにくくなるんです。女性は尿漏れや膣の締まり、男性は ED 改善や中折れ防止に効果的なんです。要するに男性も女性も必ずお尻を締める力を取り戻してください。今回の運動を行うことで今言ったメリットの他に痩せ効果、体を引き締める効果、代謝を上げて痩せやすい体を作れます。一緒にやっていきましょう。足を肩幅に開いて足を閉じます。このままお尻を持ち上げてお尻を締めて緩めてっていうことを繰り返していきます。お尻をぐーっと締めたら緩めましょう。締めて緩めてを繰り返します。ちょっとお尻持ち上げて緩めます。お尻の穴を締めるようなイメージで、はい、今度は引っ付けた足を離してから同じように行きます。ちょっとお尻を上げてお尻をぐーっと締めたら緩めましょう。お尻はだんだん締めていくようなイメージの方がいいです。一気に締めるとだんだん緩んで、だんだんクッ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 と締めていくイメージ。OK。足を閉じたら、足を動かしながらお尻を締めます。足をね、強く閉じておくようなイメージです。お尻が締まると骨盤が立つんでお腹ポッコリにもね、効果的です。今度は足を開いてお尻を上げて締めます。お尻を上げてぐーっとお尻を締めたら緩めましょう。尻をしっかり締める意識がね、できてくると日常的に体のラインが良くなってきますから、足閉じたらお尻を締めながら足を動かす。で緩める。耐えて耐えてお尻を緩める。反対も一緒です。しっかりお尻をギューッと締めますよ。ギューッと。だんだんお尻を締める感じ。ギューッと足を締めて。グワーッ。
お尻でね、割り箸バキ割る感じ。あ、足を伸ばしましょう。今度はお尻をね、ぐっと締めたまま体を振る。お尻を締める、お尻を硬くする感じで、体を少し振る。で、緩めましょう。ぐっとお尻を硬く振る、緩める、緩める。いい感じですよ。しっかり硬くして締める。うわー、オッケー。今度はね、膝パカッと開いて、これでちょっとお尻上げて締める。締めるな、緩める、繰り返し。うわー、尻締めて、とにかく締めて。あー、食い込ましたパンツでね、割り箸割る感じ。うん、あ、ずっとは締めれないんでね、締める繰り返しをして締める力を長くしましょう。オッケー。今度は肘つきましょう。これで、ね、お尻を締める。お尻締めたまま緩める。汗が出ますね。お尻締めたね。しっかり足閉じて。お尻をね、硬くして締める感じ。お尻締めて、ああ、いいね。このお尻締める意識だけでもね、結構全身力入りますよね。足をね、伸ばしたまま締める。お尻締める、繰り返します。足をしっかりね、閉じた方がお尻締めやすいです。ちょっと膝曲がってていいです。しっかり足を閉じる意識するとね、締まりますんで。お尻をちょっと浮かして足踏みです。お尻を締めたまま、ここからしたら一回休む。お尻上げて、お尻締めたまま足を動かす。ああ、足をね、動かすとお尻が緩んじゃいますので、しっかり締めたまま。今度はね、こっから足を上げる。足を締めたままで、足を押さえ締める。お尻の筋肉を硬くしとくような感じ。毎日1回行うことで
体は劇的に変わってきます。しっかりお尻締める意識できましたか？よかったらコメントで教えてください。